壁の向こう側。作戦種別。暗殺。我が社の初期生産型エージェントが1名、アドレナリンの投与を誤り、コントロール不能になった。彼女は、警察によって捕らえられ、現在、拘置所内で尋問を受けている。彼女は、我々の元で働いていたため、重要な作戦情報や、兵器開発計画を知っている。今や、これは重大なリスクであることは、言うまでもない。彼女が情報を吐いてしまう前に、一刻も早く抹殺せねばならない。目標に関する情報。拘置所は、都市の、中央セクターに位置している。予備調査によると、拘置所は、二つの大きなビルに囲まれており、中庭に侵入するには、ビル屋上から傾斜路を下っていくしかない。防御に関する情報。シンジケートのエージェントが捕らえられるのは、滅多にあることではない。ターゲットの周囲は、重装備のガードが、数名配置されていると予測される。しかし、この、ガードらは、襲撃チームを相手にするには、経験が浅いようだ。組織に関する情報。当然ながら、このエージェントは、敵シンジケートにとっても、非常に価値あるものだ。したがって、敵部隊が、この地域ですでに活動中と想定して、行動すべきである、ターゲットが、敵の手に落ちることは、絶対に防がなくてはならない。また、ターゲットに、説得可能な距離まで、敵を近づけてはならない。敵が、ターゲットのメモリー機能に、アクセスしてくる危険があるからだ。戦術。エージェント、1名ないし、2名の小編成を、拘置所へ迅速に移動させ、屋上を確保せよ。次に、残りのエージェントが、中庭から拘置所に入り、作戦を達成するのだ。その間、屋上のエージェントは、必要に応じて、援護射撃を行うが、より重要なのは、敵シンジケートの部隊が、拘置所に侵入するのを防ぐことだ。屋上の援護チームには、長射程火器を装備させ、ガードやターゲットの処理は、無事などの軽オートマチック火器を用いよ。辛い任務だけど、やってくか。
かね。